前回のあらすじ、絆に助けられた後、ベッドで朝を迎えたかつみちゃん。部屋から出たら、お父さんが外で待っていました。今後、もっと厳しい状況になるかもしれないので、軽はずみの行動はしないでと言われてしまいます。そう言い残し、お父さんは家を出て行きました。気を取り直して学校に向かったら、国方と彦は女の子集団に囲まれていました。そこにたまたま通りかかった香川さんから、あなたは普通じゃないからいじめの対象になりやすいと言われてしまい、ショックを受けるかつみちゃん。学校から帰ろうとしたところに、なるみさんが登場。急いで帰宅するよう言われます。帰宅後、テレビの速報で野々口製薬の副社長が死亡、お父さんの逮捕が報道されます。静原が企んだことだと推測したかつみちゃんは、静原討伐に意欲満々です。今回はここからスタートします。セレクションの続き実況していきます。一休みするかな。休む。全回復した。準備は万端かな。はい。って。夜になってもいるし。どうするよ、これ。すみません、通してください。お袋、それに、翔太まで、なんだって今頃になって。奥様でいらっしゃいますか。何か一言、お願いします。夫は人を手にかけたりできない人だということは、私が一番よく知ってます。え？私は、これらの疑惑はすべて、濡れ衣だと信じています。お袋。お姉ちゃん、ただいま、お帰り。お袋も、帰ってきてくれたんだな。かつみ。あのニュースを見たとき、やっとあなたの言ってたことが正しいことが分かったの。あの人は、人を傷つけたりできる人じゃない。すべては、あの人を陥れるための罠だったということが、ごめんなさい、疑ったりして。いいんだよ、こうして、帰ってきてくれたんだから。これで、心置きなく静原のとこに乗り込める。え？ごめん、お袋、帰ってきて早々悪いんだけど、家のこと頼む。これは、私がやらなきゃいけないことなんだ。お姉ちゃんお出かけするの、遊んでくれないの。ごめんな、翔太。帰ったら、今度こそ絶対に遊んであげるから。じゃあ、お袋、あとよろしく、かつみ。そう、これは、私がやらなきゃいけないこと。真実はどうであれ、野々口克美として生まれた以上、親父の無念は私が晴らす。すみません、今度の試験について一言。さて、そこを通してもらおうか。通してくれないっていうのなら、別にいいんだぞ。自分で道、作るから。見たか。今の何かのトリックじゃないのか。今、片手で街灯を引き抜いてたぞ。怖え。研究所は東地区だったよな。待ってろよ、静原。ということで、地下鉄に乗って東地区に向かいます。東地区に到着しました。研究所はどこだったかな。ここは、地下への入り口ですね。音楽も悲しい感じになってます。火事。ひどかったんでしょうね。今は西地区の医師仲間を通じて、市長に救援を要請しているところだ。私一人の力では、とてもこれだけ多くの人々は救えない。あの、西地区から来た女の子、せっかくお友達になれそうだったのに。卵亭の人が炊き出しをしてくれるから、食べるのには困らないけど、でも、そうしてもらってばかりもいられないな。卵亭、飲食店があるのでしょうか？くっそ、西地区の奴らめ、同じ市民じゃないのかよ。あの日の燃え上がり方、ガソリンを使ったにしても、あまりにも爆発的で早すぎたわ。犯人はどうやって、火をつけたのかしら。ハウンドの火は凄まじいようです。どうして、私たちだけがこんな目に。お父さん、お母さん、研究所が見つかりません。あれ、この花。どこかで。そうだ、確か静原真由、あの子の部屋にあったのと同じ花だ。なんだい、あんた、その花が欲しいのかい。あ、一つください。はいよ。花を手に入れた、使用効果なし。しかし、このご時世に花なんか見に来る子が、まだいたとはね。前はよく来る子がいたんだけど。まさかそれって。この写真の女の子じゃないか。そうそう、そんなおとなしい感じの子だったよ。どうしてるかね。もう、
来なくなってから1年以上になるけど、お兄さんの方は今もたまに見るんだけどね。はあ、お兄さん。いつもその子と一緒に来てた男の人だよ。本当に兄弟なのかはどうかは知らないけどね。黒髪でいつもサングラスかけてる人だったね。黒髪でサングラス、それってもしかして月岡、あいつが真由と知り合いだったなんて。月岡と真由ちゃんが試合、月岡っていつ生まれたんだろう。研究所、多分こっちだと思うんだけど、前回来た時はこの辺りは来ていないですよね。あれ、ここから行くのではないのでしょうか。おお、ここに行きたい。通れない、戻りますか。ここだと思ったんだけどな。この先は特に治安が悪い。あんたのような子供の行くところじゃないぜ。今軽く行ってきましたよ。ここに行ってみましょう。卵亭、ここでイベント何か関係ありましたっけ。ここ料理屋か何かか。いらっしゃい、何にするかい。あ、とりあえずハンバーグステーキ。あ、あんたちゃんと看板見てきたかい。ここは卵亭、その名通り卵料理以外は使ってないんだよ。そうなのか。それに大体ステーキ用のいい肉なんかがこの町にあるわけないだろ。全部西地区に行っちまってんだから。そうなんだ、ごめんな、変な注文しちゃって。まあ知らなかったんならしょうがねえだろうよ。で、注文は今度はちゃんとメニュー見て選んでくれよ。じゃあこのオムライスで。オッケー、オムライスだな。おかげ、オムライス一丁。おかげ、はい。おかげって誰。あ、なんだ、おかげ、お前の知り合いか。知り合いなのかな。なんで自警団本部にいた子はここに。確か君自警団本部であったよね。うん、あの時はありがとな。いえいえ、でも西地区の子が一人で東地区に来るなんて勇気あるよね。そうか、それにそういう目的っぽくないし。え、うん、なんでもないの。それより冷める前に早く食べなよ。じゃあいただきまーす。たく、おいしいでしょ。うちの目玉商品だもの。この世にあきこの手料理よりうまいものがあったなんて。ああ、長生きはするもんだな。長生きって君まだ15歳くらいでしょ。うん、細かいところをつくな。それくらいうまかったってことだよ。本当にそう言ってもらえると私も嬉しいな。ねえ、私瀬のほかげ、君は、何が。君の名前だよ。名前なんていうの。布淵克実だよ。よろしくね、克実。過去の動画を見てきたんですけど、自警団本部に入った時ニアミスはしているっぽくて、多分この時に出会った子がほかげちゃんだと思います。登場回を見たい方はセレクション後で初登場しています。よかったら見返してみてね。とってもナチュラルな宣伝をして研究所探しを継続します。ほかげちゃん、ここでもう一度出てきたということはこの先何か関わりがありそうですね。ほかげちゃんが話していた、それにそういう目的っぽくないし、ということがすっごく気になりますよね。ということでここに帰ってきました。過去動画を見返した時にこの通路通れなかったので、おそらくここを通ることで間違いないでしょう。ゴロツキとの戦闘です。私に代わってから初めての戦闘なので、カットせずにそのまま戦っていこうと思います。私ここに来るまでに全体攻撃をする技をカツミちゃんに覚えさせているので、一体ずつ戦闘するよりは早く戦闘を終わることができると思います。よし、こんな感じです。ここから行けると思うんですけど。あ、惜しいところまで来てたんですね。ここが研究所までの道筋で間違いないでしょう。この先は個人の私有地だ。個人の私有地ということはここが静原の研究所ということなんでしょう。あれ、あそこに行くと多分イベントが発生しそうなので、先にこちらへ。研究所からの横流し品もあるぜ。ぜひ見てってくれよな。ここでアイテムを買えるってことは戦闘があるから備えてねってことだと思うので、何か買おうかなと思います。革ジャン、防御プラス12、防御プラス12、いいですね。一つ買いました。ついでに装備までしちゃいましょうか。今服装が背広になっているので、たった今購入した革ジャンをセットしていきます。準備ができたのでハウンドに話しかけましょうか。そんなところで何してるのかな。
月岡、それにハウンドも、サングラス二人組で一体、何を。いいのか、こんな時に、研究所を離れても命令ですからね。それとも何か、あなたは生みの親である、ミスター静原の命令に従えない、とでもおっしゃるんですか。まさかとは思うが、昨日、静原の前に現れたという魔術使い、お前の差し金ではないだろうな。何を言い出すかと思えば、疑り深い人ですね。私は魔術師連盟を敵に回してまで、あなた方に協力しているんですよ。そんなに私のことが信用できませんか。それに私の方から言わせてもらえれば、あなたの方がよほど怪しいですけどね。ここ一年ほどのあなたの態度、明らかに反抗的でしたからね。そんなに、あの真由という少女、彼女の死がショックだったんですか。お前には関係のないことだ。それは、あなたのおっしゃる通りです。ですが、こんな事態の時でも、彼女の墓参りを欠かさないのは、どうかと思いますがね。母、墓参り。ああ、そんなに感情的にならずとも、誰も止めたりはしませんよ。あなたがあの少女に、どういう感情を持っていようと、それはあなたの自由ですから。ただそれを他の生きてるものに転化するような真似をしないでいただきさえすれば。ね、言いたいことは、それだけか。ええ、それだけです。どうやら、あなたの逆鱗に触れてしまったようですね。それでは、私はこれで。あいつら、なんだかすっごい仲悪そうなんだけど。でも、墓参りって、確かにそう言ってたな。真由の墓、か。見たい人だけの編集の裏側、さゆみちゃんの声、たまにうまく伸ばせないときあるよね。あれなんで。何のことですか。あーとか伸ばす言葉があるときのこと。それですね。ボイスボックス上で語尾を伸ばすとき、うまく発声できないんです。なので、あ、とか伸ばす声は治らないかもしれないです。そうなんだ。もしかしたら、何かテクニックがあるかもしれないね。今のところ、いろいろやってみたのですが厳しそうなので、今後、そんな場面があったときに、都度チャレンジしようと考えています。大変なんですね。挑戦する人も、